はい、ゴーです。今プレイ終わったとこなんですけど、ゲストはベーシスト重健です。こんばんは、お邪魔します。電話してさ、すぐ重健、ちょっと俺の YouTube 出てよ。いいよ。軽いわけじゃないよ。ゴー君だからっていうのが ね、うん、嬉しかったです。ありがとうございます。何気に初よね。そう、こんだけ知ってるのに、いつも俺一人で寂しくさ YouTube の撮影してるから、うんうん、楽しかったです。ねえ、よかったです、ね、ありがとうございます。やっぱ、ね、楽しかった。俺初 YouTube だもん。だってそっか、うん、記念すべきよ。そうだね、重健っつったらもうベース職人みたいなイメージが俺はすげえあって。本当ですか。なんか名だたるやっぱ人たちにこうやっぱ呼ばれるわけじゃない、重健って。そうです ね、うん。いやでもね、それは腕とかよりもなんかタイミングとか、うん、もう一人に運としか言いようがないなって。あ、そう、うん、思いますね。うんって言ったけど、うん、突っ込むべきだな、そういうの。その重健バンプスやってて、俺もサツやってて、で一緒になるっていう時があって、なんかまあ一気に距離近くなったような気がしてたんだよね。そうですね、うんうん、イベント一緒に結構やりましたもん ね、うん、今日どうですか、ベースリズム隊だけでこうねプレイして。 ね、楽しかった、うん、ね、うん、ゴー君がこのね曲を選んできたのがちょっとびっくりしたというか。あ、そう、俺やっぱ勝手にほら昔からのイメージで、うん、スラッシュメタルのドラマっていう、はい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 、そうだね、そうそうそう、うん、そのアイオンのなんかね、うん、あの何周年ってイベントの時に、うん、そのドラマのシューと、はいはいはい、ドラマーのね、うん、そのために僕楽器を下ろした曲でライブ出させてもらったことがあったんですよ、うん、すごい、そうなんだね。そう、したらノブさんに、君はどういう人なのって言われて、うん、でその時僕ちょうど布袋さん聞かせてもらってたんで、布袋さんのところでお世話になってますっつったら、うん、あ、君はポップス界の人って言われて、あ、ノブさんの中ではもうメタルかポップスみたいな。この2つしかない。2つしかない、ジャンルが2つしかないみたいな。そうそう、だからそういう意味では俺、ゴー君は、うん、こっち側の人だったからさ。2つで言うとさ。そっかそっかそっか。重健はこう音楽にやってこうって思うきっかけとかって何だったんですか。こういう話しないでしょ、重健。そうね、うん、したことあんまりしたことない。あの一回ベースマガジンで取材されたときにそういう話はしたことあったんですけど、うんうん、そう、唯一の表紙を。表紙、すごい。唯一の表紙、いいね。そっからもう一回も呼ばれないけど、ね、僕のほら仕事って、うん、まあこういうジャンルが多いじゃないですか、うんうん、で僕がね一番最初によく深くやったのはボガンボスの連、ボガンボスって知らないでしょ。知ってるよ、ドントさんのところ。知ってる、知ってる、知ってる、ライブも何回も見てる。ほんと、うん、そこのねベースの永井くんで、彼と、まあ、ファンクバンド、うん、ボガンボス解散するちょっと前ぐらいから、うん、やろうぜって話になって。すげえ若い時ね、じゃあね。そうで、まあ、一緒に生活したり京都に住んだりとかしてて、うん、で、まあ、何年かファンクバンドやってどさ回りしたわけ、うん、音楽やるならこれで生活できないとさっていうところもやっぱあるじゃない、うん、若い時って。あらあらあら、もっと突き詰めようと思ってさ、うん、バイトしてたバーがあって、うん、今なきヒデさんとか、はいはいはい、爆竹のメンバーさんとか、はい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 、あの会話の人たちがよく来る場だったの。何それ、すごくない。そうで、そこにまあそういうミュージシャンがいっぱい来る店があって、うん、その時にバイトしながら、うん、で業界のおじさんっぽいな、プロデューサーっぽいなって言ったら、うん、もう手書きでメモ、うん、ベース弾きですで電話番号書いて、うん、バンバン渡していくわけ、ドリンク作った時に、あの話すいませんっつって、僕重健って言うんですけどベース弾いてて、うん、もう何の仕事でもいいと、うん、何でもいいから仕事くださいっつう話して、うん、で配って配って配ってしてたら、うん、ヒース君の、うん、あのプロデューサーの人を紹介してもらえて、うん、そう、それでじゃあヒースのソロやってみるかって言われて、でその時にもう忘れられないのがヒデさんに言われたんだけど、金になる音楽を考えてやれって言われて、でお前のそのルックスとタトゥーがあって、それでファンクバンドってイメージ合わねえだろって言われて、パンキッシュなロックなんじゃないって言われて、一回そっちを勉強してこいっていう風になって、でそっからまあそういうプレーとか、それまでピックなんか使ったことなかったけど、今日ピックでしたけど、そうそうっていう風になってったら、なんかどんどん仕事が広がってったっていう感じです。すげえな、これ若いキッズたちもなんかね、いい話じゃない？なんか
こんなど根性のさ昭和感の話ってさ、うん、今の子ってもっとクールでしょきっと。いや今の子クールなんだけど、うん、でもこれってなくならないと思ってるんでやっぱり、ね、気持ちじゃん。例えばさ10件がさ、うん、若い子、うんうん、と何かをする、誰かを呼ばなきゃいけないっていう時に、うん、どんな人を呼ぶかって考えたら、うん、やっぱ熱量すげえ持ってる。確かに、ね、雇わない絶対。そうもちろんもちろん。だからそれがその住権なわけ今、うんうん、何でもいいからって。そこは多分今のね令和になってもそんな変わんねえと思うよ。なるほどね。そこはね、そうね、うん、もちろん選ぶ側もそうね。そう、でサンゾールって何年頃からやったの、はいはい、うん、母体とかで言ったら下手したら92ぐらいだったんで。はい、そんな早かったんだ。ボーカルが入ってきたのは94年ぐらい94、うん、なんだよね。いろんな世界見えたしね、うん、今の俺はもうあのバンドなかったらないとは思うしね、うんうん、中堅あれよね。バンドも結構ねデビューしてたりするのね。そうなのよ、ね、売れてないけどね。そうなの、ね、そうなのよ。俺全然知らなくて、そうそう、うん、今日初中堅と音を合わせてみて、うん、まあなんか思ったのは安心するよね、普通にね。あ、そう、あ、よかったです。全然何にも何もない、もう心配ないっていうか、ああいう安心感ってこう誰にでもあるわけじゃなくて、こうやっぱリズム隊だからベースの人にこう引っ張られちゃう時もあるし。ゴー君とやってね、うん、袖とかさ、うん、あのリハ客席で見たりしてたじゃない、はいはいはい、イベント一緒で、うん、割ともうがむしゃらに行く人に見えるわけ、やっぱそのサウンドもさ、うん、スタイルもさ、はい、でも今日一緒にやってみて、うん、わすげえ余裕ある人だなと思って。そうかね、うん、そうそう、周り見てるしさ。あ、周りは見るね、うん、すごい冷静だなこの人、うん、意外にね意外に意味でよ、もちろん。重慶最初に会ったのっていつだっけ。俺ね、はい、正直言って覚えてないん、ね、覚えてないよね。俺も覚えて、いやもうね、ほんと俺昨日の飯すら忘れるぐらい記憶力立ってるからほんとね、ほんとおっさんよ。いや俺もそうだけどね、もう覚えてないよね。そうなのよ。いつの間にか仲良かったイメージがあるね。そうね、うん、まあ界隈にいたし、まあね、うん、そうだね。俺がほら海外ツアーの時に台湾でさ、うん、はいはい、あの本屋入ったら、うん、中国語に訳されてるさ、うん、ゴー君のさ、うん、スコアがあるよっつって、うん、俺、うんうん、海外から連絡したの覚えてない、うん、覚えてるかもしれない。覚えたでしょ。そうそう、俺びっくりしたよ。本当ゴー君の教則本じゃんっつって、うん、そう、なんか自分がその仕事で海外でプレーできる喜びよりも、うん、海外で仲間の足跡見つけた時の方が俺嬉しくて恥ずかしい。いや、そういえばいつなんだろうと思ってね、うん、そうね、下手したら本当本当に20年ぐらい前とかかもしれないし、わかんないけどね。さっき忙しいなって話したけど、うん、もうコロナでやっぱ今後とかはどう考えてる？中堅は、まあ、ちょこちょこそのレコーディングのお話もらって、うん、でも前とやっぱ違うのはそのスタジオ行く回数がもうほんと減って、うん、家で弾いて、うん、で、データでね、それをデータで納品するっていう、うん、まあリラックスした環境でね、それはいいことなんだけど、うん、俺の周りだと結構言われてるのがそのこれから個人の時代になってくると、うん、まあ、今でも言われてただろうけど、うん、自己プロデュースして、うん、ブランディングしてさ、うん、今人目に出るのはもう YouTube でいいわけじゃない。個人ベースで頑張れれば、うん、もちろん売れる売れないの差はあるけど、うん、まあ、それが仕事として成り立つ時代になってくるんだろうなとは思ってて、ね、なんかゴー君みたいにその自分でさ、うん、あのやっていける人は、うん、多分新しいなんか職種というかさ、ドラマーゴーじゃなくてさ、ゴーっていう職種になってくんじゃないかなって思うよね、俺はね。そうか、うん、まあ、確かに飽和はしてるけどさ、うんうんうん、多いけど、でもやっぱり面白かったり、うん、上手かったり、かっこよかったりするものが残ってくじゃない、うん、フォロワーがついてさ、うん、どう自分たちがそこから抜けていくかっていう考えたやつが今度ね、うん、これが勝ってくのかなっていう、うん、いや俺最初さ、うん、そのまあ、インスタのやつとかもすげえかっこよく撮ってあってさ、うん、でほらあれ尺短いじゃない、うん、1分とかでしょ、うん、でも、まあ、ちゃんと撮ってんだと、うん、でどんどんほら他人の曲のカバーとかもしてたりとかしてて、はい、で見ててわすげえアグレッシブに攻めてるなって旗では見せたわけ、うん、そしたら今度ほら WebTV みたいなのも始めたでしょ、はいはい、最近 ね、うん、
多彩さに輪かけすぎてちょっと俺びっくりしちゃってさそういう人だったっけと思って違うそのオフィシャルのイメージとさ全然違ってたからさ、うん、そうね、うん、言ったら不良じゃないあなた、ね、そうだね、その人がさ MC やっていいの、ね、とかって思ってたっけ、うん、俺は良くないと思うでも意外とハマってるよね本当、うん、あ、よじゃあ悪くないっていうか、うん、コロナですが頑張ろうよ、頑張りましょう、ね、本当に ね, ね、うん、楽しく ね健康で、はい、まあね、こういう感じで今日やったけど今後もなんかね、一緒になんかやれたらいいね、もちろんぜひぜひ、ね、やろう、ね、ぜひぜひ、またお誘いさせていただきます、ぜひ重慶も誘って、もちろん、ね、やりましょう、じゃあ今日はこんな感じで、重慶でした、ありがとうございました、yeah.